こんにちは。実は手越君から相談を受けてましたという動画が堀江貴文さんとそれから立花隆さんからね相次いで寄せられたんですけども、アップされたんですよ。私に寄せられたわけではないですね。それを見てね思ったのは、あ、こういう風な人間関係ってすごいなと思ったんですよ。その桃鉄っていうゲームがあるんですけども、それを手越さんと、堀江貴文さんと立花隆さんというのはね、まあ、お互いにやったりやられたりする仲だそうなんですよ。こういうゲーム仲間っていいなと思ったんですよ。まあだからゲームをしながらいろいろと相談事もあったりとかするんだろうなと思いますけども、その中でね今回みたいな、ジャニーズを抜けて、立花隆さんが狙ってるのはね、ジャニーズ、元ジャニーズの政治家っての面白いよねっていうことをちょっと言われてたんですけど、私もそれで面白いなと思いますよね。元ジャニーズの政治家、これなんかすごく票を集めるんじゃないかなと思いますし、やっぱり芸能人視点での政治判断っていうのは今までなかった側面かなと思うんですよ。もちろんまあ多少はあったと思いますけどもね、ただやっぱり残念ながら、まあ、芸能人じゃないかもしれませんけども、私非常にね、残念だなと思ったのが、なんか突っ張り先生みたいな人がいたんですよね。ヤンキー先生みたいな人が、その名前は知らないんですけども、そういう人がテレビでなんか骨太のね、なんかこう、まあ、いろんな心を打つ、魂を打つようなね、やっぱりヤンキーばりの言葉を発しながら突き進んでいったところで、今森法務大臣のあれでしょ、副大臣ですか、なんか随分おとなしくなっちゃったかなっていうかね、やっぱ上に強くて下に弱いみたいな、そのヤンキー精神、任侠精神で行ってもらいたいなと思ったんですけども、まあそうはいかないもんなんですかね。もうすっかりと、あの森法務大臣のね、下で粛々と作業してる姿は私は悲しいで、あそこで突っ張っていただきたいかなと思うんですけどね。あそこで、弱い者の味方に立ってね、強い者に立ち向かってくれる姿があればと思うんですけども、まあそうはいかないですよね。ということで今回は手越さんから相談を受けてましたっていう動画を見て感じたことをお話しさせていただきました。まあ私、あの芸能界のことも、それから世の中のこともよくわかりません。なぜなら引退して、隠居してるからですよね。わからないなりに、わからないことを言ってみると、結局わからないことを言ってるなということで、オチがよろしいようでございます。それでは失礼します。